候補で後半が開始されます。お客様に後半の選手の入れ替えをお知らせいたします。上昇学園高校5番雨谷陸也君に代わりまして17番木戸太志郎君、5番失礼いたしました、8番川崎裕太君に代わりまして18番渡辺海太君、9番高岸直政君に代わりまして19番辻戸和君、14番竹内修君に代わりまして20番中間浩太君が入っております。
玉名田仁一郎君に代わりまして、25番上野颯太君が入りました。上昇学園高校17番木戸大志郎君のトライです。お客様に選手の入れ替えをお知らせいたします。第三大附属高校13番石川監督に代わりまして、22番島本大学、14番中島裕太郎君に代わりまして、24番中井陸君が入りました。
ました。19対31になります。ゴール成功いたしまして、2点を追加いたしました。ノーサイド、試合が終了いたしました。上昇学園高等学校対大阪産業大学附属高等学校の試合は31対21で上昇学園高等学校が勝ちました。皆様、圭介さん。